クワッカガイは、マルスダレガイメ、カワホトトギスカに分類される二枚貝の一種。原産地は、ウクライナの国海北西部、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ロシアに移入分布する。拡張2から3センチメートル。貝殻には黒、白、褐色からなる縞模様があり。 この模様がシマウマの仲間であるクワッカに似ていることから、その名がついた。湖障や河川などの淡水域や、寄水域に生息する。様々なものに固着して群生し、プランクトンを食べる。北、アメリカでは1989年に五大湖で定着が確認されており、バラスト水によって導入されたものと見られている。離水施設や船舶に大量に付着することで、 汚損や破損などの障害となっている。また、在来種の2枚以外の生息地や、餌資源を奪うなど競争したり、故障全体の栄養源を低下させるといった生態系への問題も引き起こしている。類似した問題を発生させる禁煙種に、川ほトとギスガイがおり、本種と合わせて定着水域の環境を大きく破壊している。日本では定着はしていないものの、 同様の問題を引き起こす恐れがあるため、外来生物法により、特定外来生物に指定されている。ABCDEF 滝康彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。P239 58。 ABCD クワッカ外国立環境研究所新入生物 DB ありがとうございます。